レンコンチャンネルナビゲーターの坂入桃香です。今日は山木さんとのコラボレシピ、 JA 水郷つくばのレンコンを使った簡単レシピをご紹介いたします。山木風レンコンのきんぴらの材料を紹介します。レンコン一節、山木さんの割烹白だし大さじ1、氷熟マイルド削り適量、ごま油大さじ1、みりん大さじ1です。山木さんの割烹白だしは鰹節の香りがよく、だしが効いて料理がきれいに仕上がります。数ある白だしの中で売り上げナンバーワンです。レンコンをいちょう切りにします。フライパンにごま油を熱し、水気を切ったレンコンを炒めます。油が回ったら、みりんと白だしを加え、汁気がなくなるまで炒めます。仕上げにカツオパックを振りかけます。山木風レンコンのきんぴらの完成です。お出汁の香りがすごくいいですね。ふわっと香ります。いただきます。レンコンもとてもシャキシャキです。かつお一番出汁の上品な香りと旨味がレンコンと相性抜群です。ぜひ皆さんもやってみてくださいね。